どうも。いや、哲郎の家に来たんですけど、哲郎いないです。暑い。暑いよ。ちょっとね、今、待ってます。まあ、もうちょっと早めに連絡しとけばよかったな。いないっすね。いない。まあ一応、まあお昼着く言うたんですけどね。もうちょっと早めに朝一連絡すればよかったかな。まあいいんですけどね。まあ僕は動画撮ればいいんで、いっぱい。さっきも撮ったから。久保哲郎がいない。久保哲郎夜逃げとかにしとこうかな、タイトル。久保哲郎久保哲郎の、が夜逃げしたとかにですね。久保哲郎が夜逃げしたとかにしとこうかな。タイトルね。いやー、暑い。暑い。めちゃくちゃ暑いっすね。暑い。いや、これね、どうしようかな。これさ、3時間ぐらい待ちだったら、これきついっすよね、さすがに。さすがに3時間待ちだったらきついな。でもね、車はね、あれがないか、でかいやつが。でかい車がないっすね。そう、熱い。でかい車がないっすよ。多分でかい車でどっか行ってんじゃないですか。軽自動車とセルシオはありますね。キットは今ね、車検出してるのがわかるんですね。熱っ。いやー、さすがにでも動画撮れるけど暑いっすね。僕の車ね、クーラー効かなくなるんですよ。いやね、アイドリングでクーラー効けばいいんですけど、僕アイドリングできないんですよ。アイドリングクーラー不能ですからね。音符流れて車ぶっ壊れちゃうんです。すぐね、走ってないと水温ね、すぐ100度超えちゃうから。あれあれ、てっちゃんかな。あれ、てっちゃんじゃないかな？違うか。あれは哲郎氏かな？あ、てっちゃんだ。あ、お疲れです。てっちゃん来ました。てっちゃんが来ましたよ。あれ、でかい車で。てっちゃん来た。あれ、てっちゃん来ましたね。てっちゃん。いやいやいや。ということで、よかった。2時間待ちとかだったらきつかったね。なんかヤクザ、ヤクザヤクザじゃないですか。いや、このセルシオ完全ヤクザだから。これでセルシオ乗ってたヤクザね。さっきドブに落ちてね、うずくまってやっと復活して戻ってきて、動画吉谷さんのメッセージ来たから来ました。どうもどうも。はい、ということで、これね、さっき動画レビュー、勝手にレビューしておきました。ありがとうございます。これかっこいいっすね。あ、いいですね。いいですね。あれ、ライトが新品っぽい。いや、これめっちゃ綺麗ですね、うん、これ。しかもエアロもね、いい感じで、ホイールもめっちゃ綺麗だし。そうですね、なんかいい感じ。ローダウンもなかなかいい感じで、うん、まあ、こう置いてるだけというね。麻雀店出身の私が置いてるだけ。はい、ということで、ちょっと暑いので、暑い部屋に入りたいと思います。チャオ。